アーティストさんがいて、うん、それをもう黒い人たちが囲ってすごい怖そうなイメージ。浜崎と幸田だけじゃないの、ね、全然なんか相性悪くてやる気ないんじゃないかな最初の頃ね。31は結構やばいですよね。1回で、うん、なんなら200万以上しますよね、うん、そうだよ、うん、おはようございます、うん、ここは社食です。社食、会長も社食食べるんですか？食べるよ。あんまり、ちゅうか日本にいないからね、あんまり来ないけど。ここ社員の方がみんな使える社食なんですか？そうだよ。広いっすね。うまい。おもり。おもり。おもり。これで、これでおもりなの？少なくていいの？申し訳ありません。これぐらいで大丈夫ですか？あと、味噌汁。あ、会計はここでするんですね、うん、自動で認識されるんですね。会長、でもここさっきもう売っちゃうって言ってたんですけど、うん、本当にここ売っちゃうんですか？売っちゃう。なんでですか？予定通り。予定通りっていうか、ここ10年しかいないって決めてて、なんでかっていうと、その世の中がリモート化とかが10年ぐらいで完了するだろうなと思ったんだけど、3年ぐらいでもう完了しちゃったんですよ。でそもそもここに引っ越すから、ここじゃなくて、向こうの方の、ね、ワン平米、ワンフロアがもっと曲がりたいっていうところの方が、一体感が出るから、そういう風にしてたんだけど、ここできちゃったから、できた、一回見てくれって、できたまま、ほんと言おうと思ったの。見に来たら、まあ割といいかなっていうんで、ここまで作って、で、10年ぐらいは良くかなと思ってたんだけど、だからここにあのコーワーキングスペースとか作ったわけね。で、そこから、まあ、大体会社っていうものが形がなくなって、ここ個人個人になると思っていたけど、いろいろやってみたときに、こんな広いところは必要ないっていう結論に至るわけですよ。だから、いらないじゃんし、市場的にも売り頃かなと思ったんで、売りましたっていうことですね。あ、そう。あと、後藤真希さんとのコラボですね、うん、結構知り合って長いんですか？何年か忘れちゃったね、うん、まあ彼女が前の事務所辞めてで、なんか来たんだよ。いや、なんか僕会ったことないんですけど、子供の時見てて綺麗な人だなと思ってたんですけど、うん、俺もあいつが子供の時見てたからね、テレビでオーディションで俺がやった後がツンクだったね。見てたらテレビを受けて、この子いいなと思って、すぐその当時のマネージャーの和田っていうのにさ、電話して、ちょっとこの子を来たよ、ちょうだいよ、来たら、いや、実は、って言われちゃって、へぇー。っていうことだよね。だから、ああ、と思って。そしたら、どんどんどんって言っちゃって、ああ、と思って。見る目はあったなと思ったけど。あ、そうなんですね。うわぁ。どんな方なんですか、後藤真希さん。あんな方です。あんな方ですか。わかるじゃん、こういうの。いや、ちょっとあの、初めてだと緊張するからね。そうですね、初めて緊張しますね。慣れたらそうそう。これからもっとバンバンでかいの出てくるよ。そうですね。いや、すごい緊張したんで。おはようございます。眠そう。眠そうよ。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。うちに来たのっていつ？いつ？もうね、私も結構長くって、うん、14年ぐらい経つっぽいんですよ。うん、じゃあこっちの方が長くなっちゃってるってことか。そうですよ、そうです、うん、びっくりしました、自分でも数えてて、うん、いや、俺はさ、なんかさ何にも喋んねえやつだなってなんかやり気あんのかないのか全然わかんなくて、もうちょいなんかさ開いてない感じ、うちが警戒してるか満載で、うん、それはそうだね。だから何も喋んない、黙ってる、なんかやる気ないんじゃないみたいな感じ印象だね。いやでも私もともとあのほら別の事務所で、うん、割となんか家族感がすごいわちゃわちゃした大学みたいな感じの事務所だったんで、移籍して、うん、来る前の ABEX 自体のイメージがもう黒い人がたくさんいるとか、うんうんうん、実際そうだったなんかもうすごいなんか個々にアーティストさんがいて、うん、それをもう黒い人たちが囲ってすごい怖そうなイメージ。浜崎と幸田だけじゃないの
ったから、私ここにいてアウェイではないだろうかとか。いや、アウェイだよね、多分。めっちゃ考えてましたよ。あ、そうなんだ。全然なんか相性悪くてやる気ないんじゃないかな。最初の頃ね、出会った時だ、本当に、うん、だって出会った頃私のこと後藤さんって呼んでましたよね。いや、そうだよ。それは全く覚えてないけど忘れちゃったけど、ハワイに来たんだ、覚えてんだよ。あ、で、そっからやっとなんか心開き出したみたいな。それまではほぼなんか何だろうこの人っていう警戒感満載で、はい、絶対そうだったと思うよ。なんかそう、移籍するまあギリギリぐらいの時に、うん、ハワイで、うん、まあ、お会いしたというか呼んでくれて、うん、でハワイに行って、うん、でなんかサーフィンやったり、うん、そうだね、ご飯食べたり、そこで一緒に飛行機乗ったの覚えてます？え私隣の席でめっちゃ解放してたんですけどマジで何を解放したの？もうすごい酔ってるから、もうカレーとかこの辺垂らして食べてるからめっちゃこう吹きながらまあ、ね、今よりおじいさんですね。だって当時はもう話ができないから酔うしかなかった、ね、今も全然酔わないでも話誰でもできるようになったけど、当時は全然人と話ができないから、うん、とにかく酔う、酔ってウェーって話すっていうので、その自分の性格コントロールしてたから、めちゃくちゃ人見知り、うん、多分お互いに人見知りなんですよ、うん、そうなんですか。そう、酒飲まないと喋れなかった俺喋るためにお酒飲んでたから、なんか最近も全然飲まないと喋れるみたいな、飲む必要はないじゃん。ちょっとお二人とも YouTube を始められてますけど、はい、YouTube の方はいかがですか？チャンネル2つやらせてもらってて、で美容系と、まあ、ゲーム系でやらせてもらってるんですけど、うん、私もでも始めても1年半ぐらい経つんですけど、ようやくもういろいろ喋れるようになりました。慣れました、だいぶ。うん、でも社長も YouTube やってもうどれぐらいになりました？全然経ってないよ俺。ちゃんとやってからまだ2ヶ月ぐらいかな、うん、それまで適当になんか自己満的なものやってて全然よくわかんないから、 YouTube ってどうやったら回るのかなと思って、うんうんうん、要は実験ですよ。自分がやらないとわかんないから、やってみればいろんなことわかるじゃん、うんうん、だいたいわかったからもうやめてもいい。ちょっと早すぎるね。もう大体分かったもん。もうちょっと来年あたりぐらいまで、まあ、やると思うけど、ここまでやったらやるけど、でももう大体分かった。だからこのコラボってだからすごい珍しいですよね。珍しいじゃん、ね、大体話すと嫌な時じゃん。そうだね。だって本当ここ数年の間は本当たまにですよね、会うの、うん、だって俺も誰とも会ってないもん。そのコロナになってからはなんか会うだけで何か言われるから、うん、もう会わないようにして、俺自身引きこもってたり、あの海外行ってたりずっと行ってたから、ね、ほぼ日本にほぼいなかった、うん、へー、うん、私が ABEX に入って、うん、初めての誕生日あたり付近が、うん、もうしょっちゅう会ってたイメージだったんで。あ、そう、誕生日いつだっけ？特攻服着たの覚えてる？あ、覚えてる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 。だから、うん、社長も特攻服着て、うん、リーゼントして、うんうん、まあ、そういうイメージだろうなと思ったんでそう、盛り上げてくれたんですよ、うん、誕生日を、うん、私もだから、どうするか分かんなくて、とりあえずそのパーティーを祝ってもらえる場所に着いたら、部屋に通されて、でもう特攻服が目の前に置いてあっていや私これ今日着るんですかみたいなさらし巻いてそのまま帰りましたからね。えらい俺もそのまま脱いったよ。なんか美容が好きみたいな噂を。好きも嫌いもないじゃん。もういい年こいたらなんかしないとさ、どん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 老けていくだけだから、やってますよいろいろ。え、何やってるんですか？いろいろたくさん。いろいろレーザーとか、うん、いやレーザーはダメですね。あ、ダメですか？うん、あんまりだ、あの友達いっぱい美容外科だからあんまり言えないよね、うん、ダメとか。もうだってさ、肌と首と顔、皮膚、肌の問題じゃん、年寄りなんて。そう、ね、一番出てくるのはグリーンピールってあって、でもそれグリーンピールっていうとさ、どこでも行っていいかでもそれ違うんだよ。ハーブのやつですね。そう、俺が行ってるところじゃないとダメだと思うけど、うん、そこの先生っていうか、先生ってなんだろう、うまいんですよ。その、なんだろう、いろんな要素を加えてるのよ、うんうんうん、でも大変なの、すごい。やると、そこから5日間は
2時間ごとに顔全部ローション塗って、うん、だから最初ザラザラしてるんだよ、やってって2時間おきだからずっとダウンタイムめっちゃ向けません？いやそんなに俺向けないんだよね。あ、そうなんですか。4日5日ぐらい目にちょこっと向けて、うんうん、それでその後アフターって行くんだけど、アフターって飲み屋のアフターじゃないよ、行って、取って終わりみたいな。でそこから普通で、でもそ普通の日の方が多くて、量が洗顔1、洗顔2、ジェル、普通の泡っぽいジェルっぽいのやってから、化粧水みたいなのやってからの、目の周りのやつやってからの、今度ジェルっぽいのやってからのクリーム、6回6回ぐらい。でも全部ちょっと乾くまで待ってるから結構時間かかる。ちょっと待ってください、思ったよりこだわってますね。あ、こだわってそうじゃないんだよ。想像してた以上に結構なんか気をつけてる。そうじゃなくて、俺がやってることって言われたことを言われた通りにやってる。すごい優等生じゃないですか。うん、言われる。あの女の子の方がサボりがちだって言われる。これ朝晩絶対やるもん。すごい。でもさ、3分も変わるってなんて長いんだろうって最初思ったら、ずっと YouTube かけてやってるよ。すごい。3分タイマーがベットして、あ、こうやってあれってんだ。しかも細かい、うん、上に上げなきゃいけないって怒られたから、言われたら言われた通りやらなければダメじゃんっていう。偉い。え、じゃなかったらこれがいいとか悪いとかって人に言えないじゃん。だからそのグリーンピールはいいけど、その俺が行ってるところのグリーンピール以外は知らないよ。俺は行ったところはいいけど、どこでもいいからってやって変なになっちゃったりするからさ、気をつけた方がいいけど、あの概要欄に載せときます。すごい、概要欄見とかないと。いやでも私が最近気になってるのが幹細胞治療なんで、はい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 、試されたことあります？あ、もう何年かもやってるよ。おーおーおー、続けてるんですね。最近新しいの出たから、うんうん、あの脂肪幹細胞っていうのはお腹からの脂肪を取って、うんうん、それを培養して幹細胞を1億個ぐらいに増やしてから注入するのね、うんうん、それを3ヶ月に1回やってる。これ高いんですよ、すごい。3ヶ月に1回って、はい、多分、うんうん、みんなが思ってる以上のすごいコストかかってますよ。はい、かかってます。年単位で。だって自分にかける以外何にかけるの。やば。31は結構やばいですよね。31どころか21の場合もあるし。え、だって1回で、うん、なんなら200万以上しますよね、うん、そうだよ、うん、そうだよ。21だね。いや、私も幹細胞治療をやりたいと思って一応調べはするんですけど、桁見てこれ本当に大丈夫かってなりますもん。いや、そうね、研究なんですよ、すべてこだわりなので、自分でやんないと人に勧められないでしょ。だから幹細胞2ヶ月に1回打ったらどうなるかっていう実験をしてるんです。でももうそれかれこれ3年以上経つから、3、4年かな、もっと経つかな。俺は自分が気がつかないけど、周りが言うのはなんでそんなに元気なんですかって。あ、でも寝ないもん、全然寝ないで大丈夫だよ。本当に寝なくなりますよね。うん、寝ない。すごい。まあ寝てるように 3時間とかぐらいは、でもそれで全然大丈夫なの。でもそれがそのせいかどうかよく分かんないけど、でもそのせい以外ないよな。で、頭の方も髪の毛がやばいなと思った時期があって、もう10年以上前だけど、やっぱこれ来るなと思って、その下の医者ね、クリニックのに行ったら、あ、僕たちこういうの作ってますっていうのがあって、そのさ、サプリを飲み始めたら、ある時さ、美容師に行ったら、ずっと同じだの、美容師が、社長、なんでこんな髪の毛が硬く太くなってるんですかって言われて、すごい元気になってるの。なんか半分信じないで飲んだの、そんなの本当になんのかなと思って飲んでたら、本当に髪の毛太くなって、これは効くわ。でもね、サプリで飲んでるからこういうとこまで入ってくるの。今度は脱毛だよ、次。生やしたり脱毛したりも忙しいよね。もう本当美容の全部脱毛して話だけでも忙しそうですよ。全部脱毛して、でやっぱり一番効果あるのは、頭に直接そのさっき言ったダーマペンみたいなのにやる方が一番効く。それがだからもう今度自分で打てるようなのが出るんで、これ売れると思うよ。だからね、入ってない人は1ヶ月ではここまで来ますという写真があるんだけど、まだ出せないんだけど、うん、どんどん研究を。だから幹細胞の前はあの NK 細胞に凝ってて、ナチュラルキラー細胞っていうんだけどさ、がんをやっつける細胞ね。それもバンバン入れてたんだけど、あんまり入れても意味がないなと思って、じゃあその手前の幹細胞やっちゃおうって幹細胞を始めた。だから幹細胞やっても4、5、3、4、5年ぐらい、うん、で最初は半年に1回だったけど、あんまり何も感じないなと思って、うん、で3ヶ月に1回にして、最近もう2ヶ月に1回ぐらいにして、さらにあのたまに疲れた時は血管注射と筋肉注射、うん、でこんな感じでございます。
なるほど。皆さん参考に。そういう。いや参考にねしてもね、まあ、結構高いですよ本当に。参考にならないですね。ってみんなに言われます。ね、頑張ってお仕事していただいて。ああそうだよ、なんかライブやったんでしょ、なんかすごいライブやりました、評判がいいよ、うん、横浜がつい数日前に終わって、うん、その前大阪でやって、うんうん、評判いいみたい。10年ぶりぐらいなんですよ、うん、いろんな曲歌ったの昔のとか。そうですね、前の事務所だった時の曲も、うんまあ、デビュー曲とか例えばラブマシーンとか、うんうん、歌ったりとか、移籍後のもこう混ぜながらこうちょうどいい具合で、うん、あれはどうだったの、ファン層とかお客さんはどういう感じの人だったの、うん、ファン層がなんかあの若者が増えてました、うん、なんか女の子もすごい多くて、うん、明らかに変わりましたね。いいじゃん、うん、なんか YouTube をやってからのファンの方たちも増えてて、一生懸命もっとやった方がいい、もうちょっとひねってやった方がいいえ、でもゲームやってるんですよね。俺車ばっかりだよ、ゲームして。最近はアクシーっていう、うん、アクシーインフィニティっていうブロックチェーンゲームがあるんですよ、うんうん、こっちにハマってます。へえ。やった方がいいよ。いやでも本当社長とかそのみんながやれるようなクラスの、違うあれアクシーってこの携帯アンドロイドしかないんだけど、アンドロイドでできます。あ、そうなんですね、うんうん、それはブロックチェーンゲームでメタバースになっていきます、これから。わかるよ。でも私はあの椅子にちょっと座ってみたかった。どうぞ、椅子でもハワイにもあの沖縄にも東京にもあります。いやすごいすごいんですよ、びっくりしました。いやだって本物のレーサーが練習するやつもある。そうなの、本物のレーサーがレース場とかのコースを覚えるように使うシミュレーターだから、うん、本物ですよ。もうそもそもだってゲームっていうものを3個ぐらいとかの画面でこうやるっていう感覚がないじゃないですか。だからそれはみんなの発想が乏しいだけじゃん。なんでそう考えないのかなって、考えない方が俺不思議なんだけど、うん、いやだからすっごってびっくりしました、ね、だからシューティングゲームとかやるときは200インチぐらいのでかい画面でやると面白い。かわっ。でライブ終わって今後は何をして、今後まあでもそうですね、今後とりあえずせっかくライブとかでそのファンのみんなと、うん、あの絡めるタイミングも作れたので、うんうん、こういうのを続けて定期的にやれたらいいなと思って、うん、こういうのでライブとか、うん、あとは YouTube の方も頑張りたいなと思って、うんうん、教えてあげよう今度偉そうだろ YouTube でも先輩ですでもやってるゲームの種類が本当に違うから、お互い初めてのゲームを挑戦したいです、ね、そうだね、そういう意味で言うとそっち系のゲームは俺全く分かんないよ、ねえ、うん、いいじゃないですかゲーム対決。だからもうあの Apex とかやりました、うんうん、やらないです、やってないです、うん、ああいうのでだから会長とかが何キルできるのか見てみたいですよね。あのでもだったら降り立ってそれなんだからアクシーやってみればアクシー、うん、アクシーインフィニティって、うん、相談してみます、ね、うん、ブロックチェーンゲームで絶対今やってたらすげえってなるから、アクシーなんかベトナムとかフィリピンとかで大入りしてるよ。そんな、まあ見て、まあ、調べてみて、俺のスカラーになるんだったらすぐできる。おやった、難しいですね。難しいか、俺ブロックチェーン理解してないとできないんで、まあどこで始めてもいいんだけど、このマネージャーで始めると、まあ PC で持って仮想通貨でみたいな世界で、そこでまあアイテム買って NFT 買う、アイテムは NFT 買って、でブロックチェーン上のゲームをやる。だからもらえるものは仮想通貨だから、お金が儲かるってこと。ゲームをやればよ。フォートナイトってあのなんちゅう、そういう意味ではメタバースっぽいんだけど、あれってブロックチェーンが全然関係ないからお金にはなんないでしょ。いくらなんかポイントだからなんか分かんないけど、それ貯めても、じゃ あのフォートナイトやめて、じゃあなんだろう、ホーヤコードにやりたいって言っても繋がってないでしょ。でこのこれが繋がってないコインとコインのが両替すればいい、ドルとユーロで買えるみたいな。でこっち行ってできる。でこれどんどんやればやるほど増えるの。すごい。だからゲームが仕事になる人出てくるよこれから。だってゲームやってるだけでお金入ってくるの。そういうことをずっと言ってんだけど誰も何も聞いてくれない。YouTube で対決するのはマリオカートの。いやマリオカートとかそういつも運転してるから。マリオカートはやったことあるけど、ああいうの方が難しいよ。なんか
嘘じゃんみたいな。まあ、でも今後もう来年あっという間なので、うん、2022年、うんうん、私が送るに対してなんか会長から何か一つアドバイスをいただけるなら。そうね、マーケットを変えてみるのはいいと思うよね。マーケットを変える、うん、だからそういうファン層も変わってるわけでしょ、うんうんうん、だったら市場を、まあ、日本以外、まあ、中国とかになると思うけど、うんうん、そういうところ、中国イコールアジアになるし、アメリカっていうのはさ、英語の問題あって難しいけど、うん、ちょっと中国語を勉強してるだけでも全然違うと思うね。中国語、うん、中国語すっごい難しいですよね、うん、俺できないから全然わかんないって言ってんだけど、うんうん、例えばだってさ、韓国の人たちだって最初から韓国で売れるっていうことは考えてないんだよ、うんうん、みんな海外で売ることをベース、特に日本の売ることを前提に日本語を勉強してるわけ、うんうん、で、彼らは韓国国内で売れてもどうってことないんだよ、マーケットの大きさが。だから海外に出ていくというすごい意思があるんだけど、うん、日本の人って何気に日本の中で住んでるからみんな海外に行こうって全然しないわけ、うん、で行くとするとなんか飛び抜けてアメリカとかなるからみんなうまくいかないんだけど、うん、すぐそこにでっかい市場があるのに全然そこに行こうって気はないんだよね、みんな。だからそういうところを狙ってみるとか、うん、別にベラベラになることはなくて、うん、なんかライブやったらペコンペコンって喋れるだけでも全然違うから、そういうことで台湾に行くとか、まあ、中国に行くとかっていうことをやって、もうマーケットを広げないと、日本っていう国はもうこれからどん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 老人化、高齢化ってなっていっちゃうから、うん、そういったことを何か一つはやった方がいいんじゃないのって思うし、あと本当にメタバースを研究した方がいいよね。それにはブロックチェーンを理解しなきゃいけないし、NFT も理解しなきゃいけないし、何言ってるか分かんないでしょ、さっぱり。まだ今のところ、うんうん、みんなが知ってるっつって、なんとなくって、なんとなくって分かってないってことだね、うん、今後、うん、マーケティングを変えるたび、中国だったり台湾だったり、うん、そのゲームでお金を稼ぐ、うん、方法も身につけた方がいいっていうことです、うん、いや、絶対にそうなるもん、うんうんうん、ゲームで稼げるのって多分思って、みんな調べると思う。皆さん今ですよ。いや、もう遅いかな。まあそうやってね、なんか新しいものに向かいつつも、やっぱりベースにあるね、日本にいるファンとかもやっぱ大切にしなきゃいけなくて、 それを守りながら、その今のゲームを守りながら、大事にしながら他に進むっていう、それはまあ世の中で言うとゲームチェンジっていうやり方なんだけどね、まあ、あんまり移りすぎると言うと終わらないんで、この辺にしておきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、後藤真希、ん？ラムシだそうです。僕は何だって青い衣装が印象的でしたけどね。エイレーションです。そう。どこ見ていいんだよみたいな。じゃあそれは後でゆっくり見ます。はい、ありがとうございます。はい、どうも。